の夜、付き合ってもらえるかしら？満月にはまだ早いはずだ。理由なんてどうでもいいでしょ。今日の夜、付き合ってもらうわ。絶対に。覚悟はできているようね。いい心がけだけど、その時になって逃げ出さなければね。いいだろう。どこへ行けばいい？場所は出したら来ないかとも思ったけど、早かったじゃない。武器を取りなさい。なぜだ？丸腰の相手と戦うつもりはないだけよ。俺にはお前と戦う理由はない。私にはある。さあ武器を取りなさい。その必要はない。好きにしろ。お前にはその権利がある。だったら死になさい。なんで避けないの？本当に死ねるなら俺はもう誰も傷つけたくはない。何よそれ。そんなの無理に決まってるでしょ。あの時あれだけの傷を負いながらあなたは死ななかった。イバの言った通り、あなたを殺すことはできない。だったら憎ませ続けてよ。憎悪の炎であなたを焼き殺せるくらい。私はもうこれ以上弱くなるわけにはいかないの。森人として強くなければいけないの。だからだからかつて愛した人がいた。今いたのだと思う。よく覚えてはいないから、そうとしか言いようがない。彼女がなぜ命を落としたのかも覚えていない。だが俺はそのことで神に対して絶望したのだと思う。それでこの剣を手に取った。その結果がどうなるか知りもせず、よく考えもせずにな。あの時私をかばったのは罪滅ぼしをしたかったから。その程度であなたの罪が消えるとでも思ったの？罪滅ぼしをしたいわけじゃない。ただお前の傷つく姿を見たくなかった。そんなこと今さら言わないでよ。優しさは罪よ。人は私を弱くさせる。森人はその血を守るために時に他の民との間で婚姻を結ぶ。ほとんどの場合自分の意思とは関係なくね。姉さんは相手の顔も知らずに嫁いでいった。式で初めて相手の人を見たけれど、とても優しそうだった。その隣にいた姉さんも幸せそうな顔をしていた。だから安心した。そしてその時見たあなたも、二人の幸せを自分のことのように感じ、心の底から祝福しているようだった。あなたのことを知らなくてもその表情を見れば誰にでもわかるくらいに。今のあなたは違う。あの時のぬくもりや優しさにあふれたあなたはもういない。人は心の底から絶望した時、あなたのようになるのでしょうね。あなたを許すことはできないけれど、姉さんの敵は討てない。私はあなたのようにはなれないから、大切なものを失いたくないの。だからお願い、今だけは泣かせて。あなたへの憎しみと
姉さんへの思い、森人としての私、全てを洗い流せるまでお願い。分かった、俺でよければいつまでもここにいよう。ありがとう。